こんにちは、荒木和弘です。令和3年7月8日、今日は木曜日のショートメッセージをお送りします。7月8日は金日成の命日です。あれの後、金日成が死んだという情報でですね、これでいよいよ北朝鮮もおしまいかというふうに思ったんですけども、おしまいにならないままで27年間、経ってしまいました。その間に北朝鮮は核開発はするわ、拉致はするわ、そしてした人は返してこねえわということでですね、北朝鮮の中では、強制収容所とか公開処刑とかさまざまな人権侵害が、続いてしまいました。あの時もうこれでおしまいだろうと思った油断がこんなになってしまったということで、自分自身もちょっと反省をしているところです。さて、今日話するのは、それを今度は解決するためということなんですが、この図をちょっとご覧ください。6次方程式、どういう意味かと、和解のように今朝鮮半島をめぐる6カ国というのはですね、南北朝鮮とから日本、アメリカ、中国、ロシアと、6者協議もこれで行われました。で、このそれぞれの国の間に線を引くとこれだけの数になると、6×5÷2 ですから15本の線が引かれることになります。オーストラリアとニュージーランドだったらばこの線が1本で済みます。2国間でものは解決すると。朝鮮半島の問題というのはこの周辺国を巻き込んで、ものすごい複雑な様相を呈するということになる。この線を見ただけで分かりになると思います。問題を解こうと思ってもですね、あっちが立てればこっちが立たず、こっちが出ればあっちが出てくる、そういうようなことの繰り返しで、どこの国にも最適解がないというのが現状です。で、となるとどうなるかっていうと、もうみんなですね、最大公約数の解決策はもうこのままにしときましょうということになってしまうわけですね。で、実際、その方が波風は立ちにくい。もちろんその間に拉致被害者は帰ってこないですし、北朝鮮の中で強制収容所の中で亡くなっていく人はいますし、公開処刑される人も出ますし、で、核の開発は行われると、ろくでもないんですけれども、それでも大きく変わるよりいいという、そういう判断になりがちだということです。で、逆に言えばこの状態を放置しておく限り、つまり全部のですね、バランスを取ろうというふうに思っている限り、拉致問題も進展は難しいということになります。中国からすればもう北朝鮮嫌なんですよ、中国北朝鮮嫌い大嫌いですけども、しかしこれ切り離してしまうとアメリカの方に行ってしまう可能性がある。だから切り離すことはできないで、ということですね。そして我々がやってること、この拉致被害者救出すれば、それによってまたバランスが崩れると。で、これは中国もあまり望まない。で、実はアメリカも望まない部分がおそらくあるんだろうというふうに思います。さて、じゃあそういう中で一体どういうふうにしていけばいいんだろうかということですね。で、結局ですね、もう我を通すしか方法がないということです。で、この15本の線をですね、全部調整してやろうなんて言ったってできるはずはありません。で、もうともかく他のことはともかくとして、拉致被害者を救出すると、日本としてまず政府が絶対やんなければいけないことをやっていくということ、これをですね、やるのが一番大事なんだろうというふうに思います。で、それに周りを引っ張り込んで合わせていくということです。アメリカも中国もからロシアもですね、韓国はあまり当てになりません。邪魔することが多い。北朝鮮はもちろん当事者ですよね。だからそういう中で面倒くさいですけども、逆にもうシンプルに割り切って、拉致被害者を救出するということをやってしまった方が問題は早く前に進むだろうということです。
で別に拉致被害者の救出というのはですね、それによって例えば北朝鮮の強制収容所に入れている人たちの状況をさらに悪くするということはありえない。これもし拉致被害者が何人か帰ってくるということで、日本からですね、例えば国交正常化、経済支援とかやれば向こうの体制を長引かせることになりますから、それによってですね、さらに向こうにいる人は苦しみを受けることになります。でしかしこれをですね、拉致被害者をともかく今ご無事な方はみんな取り返す、それからもし不幸にして向こうに亡くなられた方についてはその状況を全部ですね明らかにするということができる状況になるということは、もう向こうの体制が変わっているということです。ですからこの拉致被害者を日本が救出するということが、同時に北朝鮮の人権問題にもですね絶対にプラスになることはもう間違いがありません。ということでそれをやっていくと、それがまあ必要ではないだろうかなというふうに思います。この複雑な問題であるということをやっぱり我々一旦認識しておかなければいけません。その中で一体どういうふうにしていくのかと、結局はもう覚悟ということになるだろうと思います。覚悟できるようにするためにはやっぱり世論がそれを後押ししなければいけません。引き続きご協力をお願いします。今日もありがとうございました。